ちは、楽安チャンネルです。本日はトンチンカを急須で入れていきます。急須にお湯を注ぎ温めます。茶葉鑑賞をしていきます。お茶を入れる前に茶葉の形状、香り、色つやを確かめていきます。茶葉は長く太く10年されています。急須から茶会、茶杯の順に移し温めます。お茶の温度が下がらないように、また香りを引き立たせるために行います。茶バサミを使って茶葉を外碗に入れていきます。お湯の温度は高温100度で、あふれるぐらいまでお湯を注ぎます。上がってくるアクを切りながら蓋を閉め、水湯に流し捨てます。再び100度のお湯を注ぎます。飲杯のお湯を捨てていきます。先に飲杯のお湯をすべて捨てると、一煎目から濃く入るので、早めにお茶を茶会に入れます。茶湯をすべて茶会に注ぎます。飲杯のお湯を捨てていきます。飲杯に注ぎ分けていきます。空気が入らないようにゆっくりと注ぎます。空気が入るとお茶の味わいが変わりますので、注意してください。陳四茶、お茶を召し上がれ。2煎目、1煎目と同じように100度のお湯で注ぎます。2煎目は茶葉が開いているため、1煎目より抽出時間を短めにお願いします。10煎前後お楽しみいただけます。お茶を出した後は茶殻を見ます。茶葉に茶バサミを使用し、茶殻を見ます。茶殻鑑賞をいたします。茶殻を見ることでお茶の品質を確かめることができます。葉が開き、摘んだ時の形に戻りました。色は若い緑色です。最後に急須を片付けていきます。蓋を開け、お湯を注ぎ、回し捨てます。茶巾の上で底を拭きます。
茶碗、水油もしっかりと拭きます。元の位置に戻して片付けが終わりです。ありがとうございました。チャンネル登録をして今後とも一緒に中国茶を楽しみましょう。